言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は精神医学よりうつ病について解説していきたいと思います。語呂合わせも紹介していきます。解けるようになる問題が第16回の午後問題29番です。問題、うつ病について誤っているのはどれか。1、青年期以降に見られる。2、気分障害の一種である。3、喜びが減退する。4、睡眠障害を伴う。5、薬物療法が有効である。さあどれになるでしょう。精神障害は結構たくさんの分類があって、その中にうつ病も含まれています。まずうつ病って精神医学の中でどういった位置に置かれているのか、それを見て整理しましょう。まず精神障害、これは ICD-10 国際疾病分類とか、あと DSM-5 などによって分類されています。この精神障害たくさんあるんですけど、便宜的に3つのカテゴリーに分けられることが多いみたいです。3つに分けられるカテゴリーっていうのが内因性、心因性、気質性、その3つです。うつ病はその中でも内因性疾患に分類されます。そしてさらに内因性疾患っていうのには何があるかっていうと、代表的なものに気分障害と統合失調症があります。うつ病はその中の気分障害に分類されます。じゃあ気分障害、うつ病の他には何があるのっていうと、躁病ですね。あとうつと躁両方を合わせ持つ双極性障害、いわゆる躁うつです。で、精神医学の中ではうつ病のこと単極性うつ病と呼んでいます。うつ病ってよく聞くんですけど、精神障害っていう中の分類の中の分類の中の分類の一つなんですよね。この辺は混乱しがちなんですけど、ちゃんとその疾患はどこに分類されているかっていうのもとても大事です。例えば同じ精神疾患の中でも PTSD 心的外傷後ストレス障害ってありますよね。大地震の後とかにかなり時間が経った後でもこうすごい不安になったり、その時の感覚がフラッシュバックしたりっていう、いわゆるトラウマ、ああいうのも精神疾患の一つになるんですけど、これは3つに分けたカテゴリー、内因性、心因性、気質性の中の心因性の疾患に含まれます。こういうところも国家試験で狙われることがあるので、しっかり覚えておきましょう。今回のうつ病は精神障害の中でも内因性の中の気分障害の中のうつ病です。さあそれではうつ病の特徴を見ていきます。はい、まず後発年齢なんですけど、20代後半や初老期に後発するそうです。で、この20代後半と初老期、どちらも仕事が関わることが多いみたいですね。まあ、例えば20代後半の転職などによる環境の変化、あと初老期っていうのは仕事を退職してその後こう脱力感みたいな、そういったことがきっかけになることもあるそうです。あと初老期になると近親者が亡くなってしまって落ち込んでっていうのがきっかけになる場合もあるみたいですね。で、この20代の後半と初老期が後発年齢なんですが、未成年のうつ病発症もあります。まあ、未成年というか小児の発症もあるみたいです。で、男女比は女性の方が多いそうです。世界的に見ると完全に女性が多くて、日本は比較的男女の差は小さいらしいんですけど、まあそれでもどっちが多いかっていうと女性に多いです。で、このうつ病4つ覚えておきたい主症状があります。まず一つが思考障害、ものを考える能力の抑制ですね。思考が発展しなくて、時には微小妄想や貧困妄想などといった妄想が出現することもあるみたいです。で、2つ目、気分障害、これはもうそもそも分類としてうつ病は
気分障害の一つなので主症状に含まれます。気分の落ち込みですね。うつの場合は気分が落ち込む、躁の場合は逆に気分が高揚します。こういう気分障害が見られる。そして3つ目、意欲行動障害。これは食欲や性欲などが低下してしまうっていう状態です。そして最後4つ目、身体症状。この身体症状、不眠ですね。入眠障害であったり、寝ていてもすぐに起きてしまう中途覚醒、あとやたらと目が覚めるのが早いといった睡眠障害が見られます。この不眠っていうのはうつ病で最もよく見られる症状だそうです。で、その他の身体症状としては、頭痛や肩こりなどがあります。じゃあこの主症状4つ覚える語呂合わせを紹介したいと思います。うつだけど四季行こうか。四季の四、思考障害。気、気分障害。行こうで意欲、行動障害。で、最後のかは体ですね。身体症状の体で覚えます。はい、それでは最初の問題もう一度見てみましょう。うつ病について誤っているのはどれか。1、青年期以降に見られる。いきなり来ましたね、×です。確かに青年期以降、20代後半や初老期に後発する、それがうつ病です。ただ小児期の発病も見られます。なので1番は×。答えは分かったけど見ていきます。2番、気分障害の一種である。ありましたね、気分障害の一種です。精神障害っていうのは大まかに3つのカテゴリーに分けると、内因性、心因性、気質性という3つに分けることができて、その内因性疾患の中に気分障害っていうのがありました。で、その気分障害の中にうつ病は入ってます。なので2番は丸。3番、喜びが減退する。これ主症状でいう四季移行化の気分障害に入りますね。気分が落ち込むっていう症状です。なので3番も丸。4番、睡眠障害を伴う。はい、これも4つの症状の中の四季移行化、化の体、身体症状、その身体症状で最も多いのが睡眠障害でした。なので4番も丸。5番、薬物療法が有効である。これ解説してなかったんですけど、抗うつ薬があります。なので薬物療法は有効です。で、薬物療法が主な治療法ではあるんですけど、精神療法もあります。認知療法ですね。なので5番、薬物療法有効です、丸。ということで答えは1番。うつ病って障害有病率15人に1人ぐらいは日本人罹患するらしいです。なので自分だけでなく周りにいる大切な人も十分にこのうつ病を発症する可能性はあります。辛すぎる時は無理をせずしっかりと休養するっていうことも大事です。自分自身も休養を大事にして、周りでちょっと頑張りすぎてる人がいたらゆっくりと休むように進めてあげてください。なので皆さん、国家試験勉強も無理しすぎないで、どうしても行き詰まったらいっそのこと一旦全部投げ出して休むっていうのも一つの選択肢です。そして周りの仲間をしっかりと頼って勉強していきましょう。この動画も少しでも皆さんの悩み解決の助けになれば僕も嬉しいです。それでは本日も最後までありがとうございました。